中間が空いています。杉山投手としても踏ん張りどころですね、はい、そうですね、最大の鍵ですね今日の試合の、はい、ちょっとコースが違ってハットを回せましたがキャッチャー取りました。ワンツー。さあこのあたり、バッターとしては変化球を読んでくるんでしょうか。そうですね、今のところの投球見てますとね、はい、アウトコースのボールを狙っていますよね、うん、だからここは重くてもう少しインコースのボールを使えばいいんでしょうか、ね、なるほどね。低めいっぱい。惜しい球です。インコースをつきましたが外れました。ツースリー。惜しいですね、もう杉山君としてはもう最高のボールでしょうね。ツーアウト満塁、ツースリー。6回表帝京高校、一塁側三重高校のアルプス席、女子生徒が祈ります。三塁側のアルプス席は黄色いコートが非常に印象に残ります。押し気味、これもインコースの球でした。今のインコースのストレートにはね、まだこのバットの小山君がね、またちょっとついていけてないですよね。もう球数も100球近くなってきました。ツースリー。取りました。杉山を助けました。センターの前川、大きな拍手が甲子園。いやー素晴らしいバッティングでしたが、素晴らしい守備でした。あのフェンスがあるんでね、普通怖くなるんですけどね、いやしかし小山選手のこのバッティング見ましょう。会心の振りでしたよね。そうですね、ぐんぐん打球が伸びてセンター前川、この姿勢でいわゆる背走、そしてここです。よく取りました。本当にスタートといいね、追い方といい、申し分なしですね。そうでしたね。帝京にとっては追加点がありません。元気が出ました三重高校。帝京高校サードに牛越が入りました。これから6回の裏、三重高校の攻撃と変わります。この背番号13番牛越、1回戦2回戦とスターティングメンバーでしたが、この準々決勝はこの回から守りにつきます。3番から始まる三重高校、深瀬。しかしあの大ファインプレーに甲子園、その今日雨の中ですがね、はい、球場全体から拍手が沸き起こりましたね。そうですね、すごい拍手でしたね、はい、まあ、それほどのプレーでしたね。でしたね。先頭バッターまた塁に出ました。6回の裏、3番の深瀬、ちょっとスライドする球でしたが見事にピッチャーの足元を抜きました。三重高校、この深瀬のヒットが5本目です。点差1点を追います。中盤6回の裏、そして今日キャプテン林は2打数2安打。先ほどもこういう構えからヒッティングできましたが、やはりそうです。
この三重高校の攻めは、ね、非常に難しいですよね。バッターが当たっている林君だけにね、バントさせるべきか、それともまあ決勝点エンドランさせるべきか、フリーに出すかと。中田監督は40歳になります。自ら3年の春でした、キャプテンとしてこの春の選抜優勝経験を持っています。変化球手打ちになってしまって、小山へのファウルフライ、ワンアウト。ちょっとこう技に走りすぎましたか。そうです、今バスターエンドランだと思うんですけどね、カーブってのは難しいんですよね、バスターさんも意外と、はい、ストレートは意外とね、ゴロは転がしやすいんですけど、ちょっとカーブはね、タイミングずれますんでね、バスターはしにくいんです。ですから手打ちになりましたね。そうですね、5番の奥野です。ランアウト1塁、1点差を追います三重高校。三沢投手の球数はまだ70球になろうかという状況です。昨日も投げていますが、疲れというのは感じさせませんね。そんなに感じはしませんね、はい、ただボールのキレは昨日の方が良かったと思いますけどね。そうですか、はい、インコースランナー走っている、うまく回り込みました、盗塁成功。キャッチャーの志田君としてはどうだったんでしょうかね、はい、今のね、はい、エンドランなんですよね、ええ、でバッターが左ですので、はい、ちょっとこう投げるのは一手も遅れましたよね。そうでしたね、普通に放っていればね、アウトだと思うんですけどね。アンアウト二塁としました。これは鋭い変化球、では先制点、そして延長14回サヨナラヒットを記録している5番の奥野を迎えた三沢。三重高校としては6回ピンチをしのいだだけに、この回ピンチの後にチャンスというふうに生かしたいところ。打ってインコース、体に当たってスイング、三振です。振ってからバッターに当たりましたね、はい。2アウトになりました。そしてバッターボックスに先ほど見事なファインプレーを見せました前川が入ります。バッティングの方は今日は三振2つ。しかし今度はこうバッティングちょっと変わってくるかもしれませんね。一つインコースで来ました。前川君はね、あまり待たない方がいいですね。こういう時こそね、初めから積極的に打つべきですね、はいはい、二塁ランナーは深瀬です。この深瀬がホームを踏めば同点というケースを迎えている中盤6回の裏、三重高校の攻撃。間合いを取ります、マウンド三沢。詰まってます。おっと、打球が、あーっと、足が当たる、ランナーがホームを踏む、同点。前川、今度は非常にラッキーな当たりになりました。帝京にとっては不運、まあ、フラフラと言いましょうか、一塁の小山の前、まあ、打球渦巻いていたかもしれませんが、グラウンドが幾分柔らかくなっていて、
それでも落ち着いて悠々処理できるところだったんですけれども、そうですね、はい、ちょっとこう本当にこう打球が、ね、変化しましたよね、変化しましたがね、でその後もね多分間に合わなかったと思うんですよね、ファーストは、はい、ちょっと無駄なボールを投げましたよね、まあ一塁のバックアップも遅れたんですけれども、一旦止まったランナーが三塁から悠々ホームイン、三重高校2対2の同点に追いつきました。いやー、帝京としてはこの試合これ3つ目のエラー、バッター7番のキャッチャー須川です。今度は逆転のランナーが2塁に進んでいます。三重高校一塁側スタンドに入りました。ファールボール、ランナーが出てこうしてかなり間を取りますマウンドの三沢ですが、三沢投手の方はどちらかというとアウトコースもインコースも結構こう混ぜてきますよね。そうですね、今日はね、特にインコースをうまく使ってますよね。はははまたあのピンチになってからのピッチングはね、非常にその落ち着いてますよね、はいはい、ちょっとこう力で押す時がたまにあるんですけどね、うん、2年生の菱田、3年生の三沢にサインを送り、ここで投球に入りました。変わった牛越、一塁に送ってスリーアウト。6回の裏、三重高校またまた送球ミスの間に1点が入って同点としました。さて、応援の生徒の中に今日は力強いメンバーが加わっています。胸に8つの星、これは全国制覇の数を表しています。帝京サッカー部の控え部員40人がやってきました。あー、なるほど、はい、はい。レギュラーは今日は東京での大会に出場しています。サッカー部は1月に一足先に全国制覇を果たしました。その時、準々決勝ではやっぱり雨だったそうです。同点に追いつかれましたけれども、部員に聞いてみますと、サッカー部が応援に来ると今まで一度も負けたことがない、今日も必ず勝つと自信を持って答えてくれました。その三塁側帝京高校ですが、藤田さん、はい、あとね、サッカーの場合は雨でも当然試合がありますし、むしろそういうこともなんかもう練習の中には入ってるわけですが、野球の場合というのはね、はい、雨の練習というのはそのなんて言いましょうか、練習のスケジュールに入ったりもするもんなんですか。やはり練習の時には、はい、雨の時がありますんでね、はあはあ、そういった時にこういった時も試合がある時もあるんだよという意識で練習はさせますけどね、はあ、しかし、まあ、帝京にとっては先ほどの当たり、まあ、当たりも難しかったんですが、はい、グラウンドがもう少し普通ならばという気持ちありましたね少しあるでしょうね。まあ、こういう時こそね、はい、基本に忠実なプレーが必要ですよね。そうなんでしょうね、5回に長打で2点を先行した帝京、しかし三重高校その裏1点、6回の裏1点を返しまして同点に追いつきました。4番の三沢から始まりました7回の表です。先ほどちょっとご紹介したスパイクですが、これ泥がついて染みてくるのもありましょうし、ちょっと重くなりましょうね。そうですね、雨の方はさほど強くはありません。
打球左に切れていきます。三塁側帝京高校のアルプス席の前の方にボールが落ちました。右へファウルボールです。このバッターの三沢は昨年はサードを守ったりしていたんですけども、甲子園で確か満塁ホームランも打ちましたよね。そうですね、非常にパワーがありますよね、はい、またそのカーブがうまいですよね。はあ、はあ、杉山投手が、まあ、追いついてくれたというような意識でマウンド上もう100球は超えているわけですけどもね、はい、の疲れなどは僕は感じてませんけどね、はあ、ヒットは10本打たれていますが2点に抑えています。ああ、変化球今ちょっとスピードを殺しましたかね。ちょっとね、カーブかスライダーがすっぽ抜けたんですね。すっぽ抜けたんですか。すっぽ抜けた分だけ球が遅くなりました、ね、なるほど、はい。キャッチャーはアウトコースの外側に構えましたがね、あまり曲がらなかったですね、はい、5番の中島です。ワンアウトランナーなし。中島今日はライトへのファールフライ、ショートゴロが2本、投げ終わって帽子が落ちました。小柄です。169センチ、63キロ、新しいチームになってエース、伝統の経験はありません。2日置いて2回戦、1日置いて今日準々決勝。高く打ち上がりました。キャプテンの林が構えます。これで2アウト。6番レフト吉岡君。帝京高校は3人で攻撃が終わったのは3回だけ。この7回は4番から始まって2アウトランナーなし。6番の吉岡です。今もストレートだったと思うんですが、威力はそんなに落ちてないですね、はい、かえってね、球が走ってきてるような気がしますね。そうですか。特にこの回の、ね、杉山君の表情を見てましたので、はい、とにかくやってやろうという気持ちがよくわかりますよね。高めの球、釣り球に手を出しました。奥野が取って3アウト。3人で攻撃が終わって7回表、帝京0点。一塁側、三重高校のアルプス席湧いてきていると思いますが、近藤陽子リポーター、近藤さん、はい、6回に前川君のファインプレー、そして今の同点の1点、イエーイという声と景気のいい演奏がありました。流れはこっちに変わったという感じです、はい、その中でチューバを演奏している森川雅子さん、チューバは10キロ以上もあります。女の子では珍しいんです。あ、女性なんですね、はい、そうなんです。森川さんにとっては初めての選抜。1、2回戦はちょうど7回の頃バテてしまいました。しかし今日は3回戦もう大丈夫と言っています。左肩にタコを作りながらも懸命に応援しています。帝京は強い、まずこの試合勝ってほしい。森川さんの思い、演奏とともに届いてほしいです。いや、重そうですが、しかし同点ですし、本当に盛り上がっているでありましょう。まあ、今日はこの雨空で、今雨の方は少し降りは弱くなっているんですけれども、寒さの中、若い高校生とはいえこうして熱戦になってくれば、その寒さも忘れますよね、はい、そうですね、今日は準々決勝第1試合では天理が5対1星稜を下しました。第2試合では東海大相模が2対0 PL 学園を破りました。この回先頭8番のヒロ打ってファーストゴロでワンアウト。花冷えという感じがしますが、しかし甲子園のすぐそばにあります桜は今が満開、まあ、この雨がね、
せっかくの満開の桜を早く散らせるかなという気もしますけどもね。そうですね、ラストバッターのピッチャーの杉山が入りました。7回